マンガン ET を統括する CJENM がビリフトラボ株を HYBEL アーベル S に売却する決定をしたため、マンガン ET が意図的にほとんどの部門で EN ハイプエンドをノミネートしなかったのではないかという憶測も流れている。2023MAMA アワーディー BUGSUSPND は最近ノミネートリストを発表した後、論争に巻き込まれ EN ハイプエンドファンを混乱させた。その理由はほとんどの主要部門のノミネートリストに彼らのアイドルの名前が載っておらず、これはママの主催者であるマンガン ET が意図的に行った疑いが生じているためだ。 EN ハイプエンドがワールドワイドファンズチョイス賞にノミネート、ただし最優秀男性グループ部門にはノミネートされませんでしたが、客観的にはそれに値するにもかかわらず最優秀ダンスパフォーマンス男性グループ、年間最優秀アーティスト、年間最優秀アルバムに輝いた。 EN ハイプエヌはミニアルバムダーク BLOOD で132万枚の売り上げを達成し、並外れた成績を収めてきただけに、ノミネートリストからの脱落は明らかにファンを混乱させた。さらにこのボーイズグループの曲は30カ国の iTunes チャートでも1位を獲得し、 Spot.ify ではわずか90日間でストリーミング数が1億回を超えた。ママの推薦選考プロセスの公平性も疑問視されている。マンガン ET を統括する CJENM がビリフトラボ株を HYBEL アーベル S に売却する決定をしたため、マンガン ET が意図的にほとんどの部門で EN ハイプエンドをノミネートしなかったのではないかという憶測も流れている。昨年8月、ハイブエルアーベル S は CJENM が保有するベリフトラボ株の 51.5% を取得する売買契約を締結したことを確認した。したがって HYBE が株式の 100% を保有し、 EN ハイプエンド関連にHYBE の傘下になります。以前ベリフトラボはハイブエルアーベル S と CJENM の合弁事業であり、2018年9月に共同財産として設立されました。 EN ハイプ N の 100% の親権を得るためにハイブは1500億ウォン、約1兆7300億ルピアで株式を購入した。業界関係者は CJ の観点からすれば株式売却の問題を理由に EN ハイプ N を指名しない特権が CJ に笑ったのかもしれないとコメントした。しかしこの決定はファンの重要性を無視しているように思えます。ファンダムを中心に展開する KP オープニングにおいて多数派の株を握るのはファンであり少数派ではない。ファンダムの影響を考慮しない授賞式は結果に直面する可能性があると業界関係者は語った。